可愛いね。無邪気。続いてはですね、うん、大阪府調べさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆきりん。はいよ。さっき折り紙の話出てましたけど。折り紙。また折り紙。塗り絵とけん玉、今でもやってますか？うん。もうやってないよ。はい。やってない趣味多すぎでしょ。これが真実。やめすぎだよ、いろいろ。嘘じゃないんだよ。その時やってることは本当なの。ブームってありますからね、うん、自分の中で。そうなんだよ。にしてもだよ。確かにやってたね、けん玉とか。はーちゃんもだよね。やってたね。そうそうそう。片山さんも。はーちゃんでもやってそう。はーちゃんまだやってると思う。家にあると思う。永遠にやってた。永遠にけん玉。老後までやってるから。いやいや、老人ホームで。おかしいでしょ。今はやってないわ。やってない。だから、やってません。やってません。次にお願いします。私結構。はい、続いて、芝山に登る万歳拓也さんからいただきました。はい、あざっす。まゆに質問です。はい。趣味に水玉のもの集めとあるんですが、今も集めてるんですか？ごめん、もう7年前の情報。いや、7年前。どこ情報？どっかでさ、クイズで出されたんだけど、どこだっけ？これね、元デビュー当時よ。公式モバイルサイトだって。え、もう、え、更新して情報更新して。今もそのまんまなのかな、情報。昔そうだよね。昔デビュー当時は水玉のものにハマってて。服とかもそうだった。そうそう、水玉のものとか身につけてたけど。ムッチ、うさぎの黒い猫の携帯入れね。ずっと前が持ってたぬいぐるみ、汚いやつ。ひどい懐かしい。私は綺麗だったの。いつやめたのあれ。いつだもんね。まだ家にいるからちゃんと。あ、そうなの？いるいる。今度持ってきたい。めっちゃ汚い。懐かしい。黒のさ、ピンクの紐だっけ？なんかピンクの、なんか。どっかにピンクが貼ってた。その中にガラケー。ずっとぶら下げてた。そうそう。懐かしい、それ。懐かしい。じゃ、これは昔の話。昔の話で。今は違います。ごめん。まだまだ行きましょうか。はい、行きます。